丸風船を膨らませて口をくくります。丸風船を真空調理器の中に入れ蓋を閉めます。真空調理器に付属の調理ポンプを接続し、容器の中の空気を抜き、丸風船の様子を観察します。真空調理器に付属の調理ポンプを外し、容器のボタンを押して空気を入れ、丸風船の様子を観察します。